そうすると、コミュニティのまだ行方がわからない方たちっていうのは、その作業を見ていて辛いでしょうし、思い出の品もいっぱいあるでしょうし、その所有者の分かっている車などはどうするのかとか、武田さん、やっぱり法的にも難しい問題いっぱい出てくるんでしょうね。そうですね、あの財産権、金庫がそのまま残ってるのどうするのかっていう話も新聞に載ってましたけども、うん、まあ、いろんなそのある種の超法的な措置を講じなければ、はい、もう手がつけられない状況だと思うので、うん、あの国会で必要な法律があればどんどん進めてもらうしかないのかなというふうに思いますね。続いて現在野菜の風評被害を抱えている茨城県なんですが、取材を進めると漁業関係